雰囲気が変わった。油断するな。さあ、目的地に着いたわよ。風の精霊力を集めるためのものでしょうね。大きいのも当然よ。止まれ。動くんじゃない。囲まれているようだな。何者だ？どこから来た？誰だ？姿を見せろ！訪ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン。カラグリアから来た。アルフェン？炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。分かった。それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり脅したりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところでな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム。会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに戦いに勝っても
それで終わりじゃないってか。ああ、ここもいろいろありそうだ。お前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領の鋭はよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここの鋭を倒したのか。一体どうやったんだ。ふっ、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。鋭を仕留める絶好の機会だったからな。それでその鋭はどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが慌くって逃げ出しやがった。逃げた？鋭は？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮をひっぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だが皆さん、どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。鋭い力を甘く見ない方がいい。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがる。よせデダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。ふん、とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はあんただ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。
挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ？おい、まさか行く気か？デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか？それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか？炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか？ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行ってこれからどうするか考えよう。デダイムのやつ、自分が上に立つことが目的になっちまってる感じだったな。あれじゃスルドと同じか、もっとタチが悪いぜ。味方ごと爆薬で吹き飛ばすなんて。だがダナ人たちはあの男が支配者前と振る舞うことに疑問を感じていないようだ。むしろ英雄らしいと見ている節すらある。それだけレナへの敵意が根深いということだろう。ダナやレナという線引きだけで人は割り切れる話ではない気がします。うん、確かにレナを追い出した英雄なのかもしれないけど、私デダイムが正しいって思えないよ。味方を犠牲にして手にした勝利に酔う。あの男の考えを認める必要なんてない。それにダナだから虐げられていいなんてことがないように、レナ人だからって侮辱に耐えなければならないこともないはずだ。私のことなら気にしなくていいわ、慣れてるし。慣れる必要なんてない。いや、長く奴隷でいるとそれが当たり前になるように、侮辱され続けるうちにそれが当たり前になる、そんなのは良くないと思う。やっぱりわかんねえ。どうしたロウ？デダイムはレナの鋭を追っ払った。そこはすごいさ。実際支持してるやつもたくさんいるみたいだし。けどその結果があのニズの瓦礫の山とあいつのあの態度ってのはどうなんだよ。レナは強い。それを倒すためには力のある指導者が必要なのは間違いない。だが支配者を倒して新しい支配者が現れるだけなら、それは同じことの繰り返しだ。ジルファだったらこんなことにはならないと思うよ、きっと。リンウェル。ああ、違うやり方、違う結果、違う勝利。ジルファは自分の選択を押し付けたりはしなかったはずだ。それこそが支配するってことだからだ。親父にどうして欲しかったのか正直まだよくわからねえロウ。けど変だな、なんか変な感じだけど、けどそれでもなんか嬉しいや。親父とデダイムは違う、今それだけで十分だ。解放されてなおこの街の音色は不安に揺れているのだな。まるでかつてのビスキンと思い起こさせる音色。
音楽ですか？別に音楽なんて聞こえないぜ。そもそも楽器を持ってるダラジンなんて見たことない。楽器が奏でるものだけが音楽ではない。人の営みやざわめきが織り上げる音楽というものもある。あんたはその音楽ってやつに随分思い入れがあるみたいだな。言っていなかったかね。鋭い候補となる以前、音楽家を志していたのだ。は？音楽家？一音から世界を広げていくため日々修練に明け暮れた。景色を、時の移ろいを、人の思いを音に乗せた時、それが空気を震わせ広がっていく様は絵も言われぬ喜びだった。ティオハリム、失礼。少し饒舌になってしまったようだ。いや、レナの文化ってやつを聞けて面白かった。ダナの文化や芸術は全部レナに壊されちゃったの？私個人としてはダナの音楽にも興味があった。代々のスルドが奴隷には不要と断じて楽器の所有すら禁じたのは嘆かわしいことだと言ってみても言い訳にもなるまいな。いつまでここにいるつもり？いや、この先に備えてだな。どうした？よし。ん？なあ。お！いいぞ。よし。それにしてもあのデダイムってやつムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったってこの国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろう。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を焦っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。シオン、スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。
ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。ああ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。金槌の音、いいよな。砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけろ。でも口の中もジャリジャリする。フルル、飛ばされないでね。あら、うん、のはて、なるほど。なんと、ほう、ちょっと、え、やったぞ。
あら、いいの。どうかしら。うん、お、まったく。おや、そんな。やれやれ。何？うん。いいの。おう。うん？まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているのはさすがと言うべきか。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、花風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士討ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。あの巨大な輪っかは何だ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ、リンウェル。おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえ、そこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。無か。必要なら教えるぞ。私もほとんど三木枝兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も。ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな三木枝は。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルって三木枝と一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。
髪の手入れも三木田兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが、十分綺麗だと思うけど。そんな三木田もさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。三木田をよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。前よりも動けそうだ。アルフェン、お前の服少し匂うな。洗濯はしているのか？そういえばしばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。ありがとう、助かる。ローとリンメルも服にほつれがあるぞ。そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物とスクレイ物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。さあ行くぞ。燃えかかる硬いやつは任せろって。
ひどいアリス様だな。家も何もかもめちゃめちゃだ。鋭に勝つためとは。どきなさい。悪心を奪った。やめろ。まだ見えない。勝て。やらせない。行くわよ。燃え刺さる炎の竜巻。飛んでいる相手なら任せません。ストレート。見えない。精鋭力全開。いっけ。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。私が落とす。氷を砕けしよう。これで終わりだ。その調子で続けなさい。ああ聞きたいことでもあるの？確実についてる。なんか機嫌いいな。なかったな。そうかもね。さあ行くぞ。燃え盛る炎の竜巻を目を離せないよ。レアトルネード光を手に入れて。まだよ。術勝負なら私の出番。怒涛の攻撃だな。止めるとくれるからだよ。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。さて今日の献立はどうするか。野宿は嫌なの。落ち着かないね。ああ、あんな廃墟見ちまったアコちゃんな。俺たちは解放のために戦った。だがどの国でもこうなる可能性はあったんだ。大きな力がぶつかり合えばそれだけ破壊も大きくなる。俺たちは運が良かったってことか。この国をこれ以上壊したくない。俺たちの手でスルドを捕まえよう。どうしたんだキサラ、微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ個性的な形のものが。それ、うん、
失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来、この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由であれ、みんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだ。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだが。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。ティオハリム、それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった。それだけだ。今さら。そういえばリンウェルの言ってた昔話ってどんな話なんだ。え、ああ、漆黒の翼のこと。大昔のダナの勇者の言い伝えだよ。初めて聞いたぜ、そんなの。私も知らないな。昔ダナを死の国にしようとした悪い王様がいたんだ。ダナを守りたいという人々の願いを聞いた黒いフクロウは、悪い王様を退治できる聖なる炎を一人の若者に届けたの。その炎で悪い王様を退治して英雄になった若者は、フクロウへの感謝を込めて漆黒の翼の紋章を掲げたって話。レナが来るまではかなり有名なお話だったみたい。私たちが忘れてしまったということか。リンウェルはそうしたことに詳しいのだな。けどさ、炎で悪い奴を倒すってちょっとアルフェンみたいだよな。よしてくれ。それにフクロウに懐かれるならリンウェルの方がよっぽど適役だ。悪い王様をやっつけられたらいいけど、私は勇者じゃないし、フルルの翼も黒くはないよ。フル！リンウェル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか？キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。
いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフィンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。保護体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上、危ないことなんかしないで、このままみんなで、ただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私、フルルの訓練に行ってくるね。しっかり休んでおこう。今日もよろしくね。いかにもって雰囲気だよな。この中にスルドが隠れているのか。気をつけて。精霊力がざわついてる感じがする。なんか変だよ、ここ。いつも思うけど、よくわかるよな。やっぱり精霊術使えるおかげなのか。私にはそこまでわからない。ダナの血が関係しているのかもしれないな。キューハリム。失敬、悪気はなかった。気づかれているかもしれない。みんな油断はするなよ。雰囲気が変わった。油断するな。風に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。フルル！お友達がいるの？だけ遺跡が残ってる。問題なさそうな相手だな。長くがいい。フレアトルネード元に。どうか戦勝利できるよ。このビーム、この人はやらせないよ。燃え方が炎の竜巻を。みんなを裁く。フレアトルネード。もう一発光を射抜けよ。侮れない。なんてね。この足
使えるものは使うべき。やばそう。とどめ。みんな、まだ行けそうか。ああ、問題ないぞ。やけに大物が多いな。水場もあるし餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。野宿は嫌なの。問題なさそうな相手。バラバラにしてやる。このまたりでめっさっかりを振られて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 。止められた。これで燃えろ。ハートレッド光よ。飛ぶ相手はまさか。こういう連携だ。向かって。このまま行け。燃え上がる炎の渦巻きよ。行けるぜ。やばい。私が止めるよ。俺の真骨だ。まとめて片付ける。成功。拡大兵器やれる。まとめて回復するわよ。叩き潰す。アプリカープレー拡大兵器振られて。この先倒れないように。あ
の突進、致命傷になりかねる。それを切るなら私の役目です。この動きを封じてやろう。もう一発、ここまでだ。もう一発、終わったよ。一旦下がった方がいい。やっかりよ、踏みとどまる。貫け、無駄、行け。やらせない。俺の真骨だ。光を貫け。光を燃やさない。切り開く。はい。燃え尽くす。これで始まったね。魔王へ。カートレスキュー。かなりやられちまったな。邪魔をするな。炎の竜巻を先に。どういうの？しないから。フレアトルネード。まだまだ。闇をかぶ炎の竜巻を。やらせない。炎だ。レアトルネード。アルゼル、これで終わりだ。強くなったかも、ちょっとだけ。ああ、頼りにさせてもらうぞ。頑張るね。カズカ、この前取っておいた薬草が。大丈夫よ。上がつがいい。クレアトルネード倒れろ。血を奪った。あったないわ。光を振らなきゃ。行け。光を振らなきゃ。まだよ。光を振らなきゃ。私なら落とせる。その隙に。分かった。光を振らなきゃ。まだよ。光を振っていく。回った。レイズなら私が。妨害を頼む。振らなきゃ。どうにか倒せたな。
問題なさそうな相手だな。おかげでまだ戦いそうだ。前線は頼むわ。ああ任せておけ。光を貫け。まったないわ。光をめっちゃ行くわよ。一気に終わらせるわ。行きなさい。アドレビートオムリア装填中。貫け。見えてる。叩き潰す。入って入って。光を貫け。見えて燃え盛る炎の火。絡めとる。動いて。燃え盛る炎の火。では任せて。直感の水冷レアトルネード。まとめて回復するわよ。入って入って。シンナー。ハートリップ遅くないわ。それを止めるためにこの盾がある。分かった任せたぞ。これを極寒の水上と向かってハートリップスパイクがいなくなって困るのだが力をかけてすまない。安全トラブラゲバラバラにしてやる。これでいいぞ。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。任せる。まとめて片付ける。成功。拡大壁。光を貫け。見てなさい。そこ私なら落とせるわ。さらに向かい光を貫けよ。これで大丈夫。戻して打ち止めるぞ。仕留めるぞ。死んだらいつ砕けろ。月というものは本当にあるようだな。すごい一方的だよ。さあ、そしてここな。
烈のバーンストライク。流れが来てんじゃねえか。不思議な力を感じるな。吹きすさぶミハグサールは曇り空。キサラ、これは死だそうだ。気にするな。合わせれば何倍もの力になるわ。ほろほろろほろろほろほろろふる。森もにぎわってきたかな。何かね、ジロジロと見て。シオン恒例の衣装審査だ。これがスルドの服。さすがとしか言いようがないわ。質の良さが一目でわかる。シオンにそこまで言わせるとは。指輪の数もすごいな。かつてのもらい物でね、安物だとは言っていたが。安物っていくらくらいなんだ。10万だったか20万だったか。10万って、俺の狼が10ガルトだから1000匹分。1万匹だよ。ティオハリモを売ったら豪邸が立つんじゃね。ひとまず食べ物に困ることはなさそうね。君たちは盗賊団か何かなのか。明日もよろしくな。よし、行こうか。シオンに救われた人はどれだけいるのだろうな。感服する。結構噂になってるらしいぜ。美人のレナに助けられたって。美人だなんて。これはアルフェンもうかうかしてられませんな。なんで俺が出てくるんだ。
目的地に着いたわよ。邪魔よ。アクアルイナ。燃えろ。逃さない。アクアルイナ。クリエート光よ。振らなきゃ。もう一発。銀河水の叫び。燃え盛る炎の竜巻を止める。フレアトルネイド。以下省略。氷を砕けて。アクアルイナ。足止めは任せたまえ。さあ拳を温めとくぜ。なんとか乗り切れそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。任せたまえ。アクアルイナ。この腕敵に回したくないわ。あなたの盾も面倒そうね。なら二人で敵なしだな。いい感じだ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。こうも飛び回らず言いたいこともある。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。突破すると燃え盛る炎の竜巻を。は俺がフレアトルネード暗部しこらこらせ。やめて帰る。状況が逆転したな。敵はわずか。押し切るわよ。まあ、もう一踏ん張りだ。なんて速さだ。その足、私が絡め取ろう。光を振らなさい。さすがだな、シオン。あなたも光を振る。ああ、努力。今だよ。あげろ。私、確実についてる。燃え盛る炎の竜巻を。宿すフレアトルネード。倒れろ。光を貫け。いくわよ。光を貫け。これで終わりだ。もっと力が必要ね。さっさと片付けましょう。私なら男はどれだけ氷を打ち切ってやる。私なら落とせる。その分かった。仕留めるぞ。やめるぞ。行くわよ。当てる。叩き潰す。終わり。なかなか筋がいいな。それなりに鍛えているつもりだ。その調子で頼むぞ。このまま時間はかけてられない。精霊力全開。いっけ。力の差も測れなかったのね。痛いし汚れるし。雰囲気が変わった。油断するな。うん。鋭を隠すなら森の中か。わからないこと言ってないで探すのよ。
痛いし汚れるし。逃げたスルドの隠れ場所にしては思いのほか広いわね。最初からそのために作られた場所なんだろうか。元は城とか砦の一部だったんだと思う。ダナのね。なんでそんなことわかるんだ。だって倉庫には見えないし、立てこもるための作りもあったし、そもそも古いし。はあ、建物のこととか俺にはさっぱりだけどそんなことわかるなんてさ、前から思ったけどお前って物知りだよな。
別に本で読んだことがあるってだけ。城という割に地上にはほとんど何もなかったぞ。地下の城なんてあるのか。本当はちゃんと上もあったんだと思うよ、300年前までは。それが侵攻の際に失われ、地下部分だけが残った。そしてここのスルドが自分のために使った。そういうことか。自分の城でなく、わざわざこんなところで何をしていたのかしら。隠れてするような研究だ。どうせろくでもないことに決まってるぜ。うん、だからこそ早くスルドを見つけないとだよ。新しいのやら古いのやら妙な機械だらけだ。ここで何が行われてたんだ。あまり大っぴらにできない類の研究のようだ。レナ人同士でも隠すようなですか。作りなのだな。うん、やっぱり地上がやられた時に備えてたんだと思うよ。ゆえにこそ残り、スルドの隠れ家に選ばれた。さっぱりな。
手すりが壊れてる箇所から下に降りられそうだ。かよ！どうやらここで何か研究をしていたと見える。研究？こんなところで何を研究するっていうんだ。さてね、門外観の想像が及ぶとも思えんが、ここが精霊力の豊富な場所だというなら、できることはいろいろあるでしょうね。スルドの城や修霊機が置かれるのもそういった場所だ。ダナの遺跡もそうだというのは興味深い。攻め込んできたくせに他人事みたいに。よせよ、ここで喧嘩したってしょうがないだろ。ローだっていろいろあったんでしょ。なんでそんな平然としてられるわけ。いや、俺は別に平然となんて。
破するぞ。光を貫け。燃え盛る炎の大事だ。任せたまえ。光を貫け。ひらめいたぞ。新しい技か。野菜くずも細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。これほど食事を取らないのはいつぶりだろうか。
気をつけて。いける。氷を砕け散らす。砕け散らす。砕け散らす。アクアライナス。もう刺さるフォローの竜巻。攻防に光させないよ。フレアトルネード。もう刺さる炎の竜巻。リムル、こっちこっち。ハンマー。やったね。リムルのおかげだ。まだよ。燃え刺さる炎の竜巻よ。ナイスフレアトルネード。燃え刺さる炎の竜巻よ。フレアトルネード。全力で行くぞ。光よ。さらに抜けるよ。続けていくよ。まあ俺が。まだよ。胸元に。ぶっ込みだ。切り開く。はっ。炎症。かい。どうしても見ながらよ。貫け。玉切れを現実で。終わりよ。まとめて回復するわよ。どういうこと。さあ取れ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。フレアトルネードだよ。の灼熱のバーンストライク。調子だ。この土でどんな敵でも砕いてやろう。いいよ、破壊の決心。事実、彼女が進撃した後に残るのは瓦礫のみ。あんたら砕かれたいのか。よし、いい感じだ。するどころか手下も見当たらない。どういうことだ。どこかに隠し部屋でもあるんじゃないかしら。いや、さっきから気になってたんだが、そもそもしばらく人がいた様子がない。逃げたというより初めから放棄されていたみたいだ。それって危ない。考えるのは後だ。こいつを倒すぞ。わからない。こんな風には見えなかったら、戻って問い詰めるためにも、まずはこいつを何とかしようぜ。出せる。光よ、いけるわ。さらに進まない。何をしなきゃいけんだな。いいぞ、そのまま押せ。フレアトル、俺の真骨頂。すでに引っ張り込む。フレアトル、向かって。フレアトルネード、フレアトルネード、一方ですよ。やらせない。フレアトルネード、まだ終わらない。
トルネード崩れた。ここで決めてやる。やはりここにするとはいない。早くニズに戻らないと。落ち着け、シオン。らしくないぞ。一体どうしたんだ。あなたの知ったことじゃないわ。ここまで一緒に乗り越えてきた仲間だろ。私たちは利害の一致で協力しているだけ。忘れたの？本気で言ってるのか。ジルファの死を乗り越えられるよう叱ってくれた。自分の命を顧みず俺を助けてくれた。あれが全部計算づくだったなんて思えない。それでも利害の一致でしかなかったっていうのか。わかった。え、答えるつもりがないなら俺も好きにさせてもらう。余計なお世話と言われたっていい。事情も言いたくないなら構わない。俺は俺で勝手にシオンを助ける。それなら文句ないはずだ。ずるい。どうして放っておいてくれないの。私のことなんて知らないくせに。知ってるさ。シオンに人の痛みがわかるってことくらい。そういうシオンだから俺は力になりたいんだ。茨に縛られた私は人とは触れ合えない。
死ぬまで一人、そう思ってた。今もか。私の本当の目的はイバラを消すこと。イバラをって消せるのか？本当に？確実じゃないわ。可能性があるってだけ。ただそのためにはレナス・アルマが必要なの。レナス・アルマ？スルドブリガの勝者、つまり新たな王にその証として与えられる究極のコア、それがレナス・アルマだ。作るには5つ全てのマスターコアがいる。そうか、だからスルドに挑むしか。でもシオン、一人じゃないんだ。少しでもイバラが解ける可能性があるなら俺は最後まで付き合う。俺たちもだろ。この際我々に甘えることを覚えるといいぞ。にわかに仲間らしくなってきたな。ありがとう。ダナの解放、レナス・アルマ、やることは山積みだ。ここのスルドとマスターコアを探し出すためにも、まずはニーズに戻ろう。しかしまさかあのシオンからありがとうが出るとはね。腕をつかまれたいみたいね。なんか冗談だって。おっかねえな。シオンはおっかなくなんかない。あ、アルフェ。え、まさかハズレをつかまされるなんてね。本当のスルドの居場所はどこなのかしら。さあな。いずれにせよ当てもなく探すわけにはいかないんだ。とにかくニズに戻ろう。どうしたのキサラ。ああ、ダナにも城跡があったことの意味を考えていた。城というのは大事なものを守るための場所だ。同時に支配者の力を示すためのものでもある。つまりレナが来る前からダナ人は支配されていたということか。同じダナ人によって。おそらくな。それがどんなやり方だったかはともかく、デダイムみたいなのを見た後じゃあまりいい想像は浮かばねえよな。支配することが人の性だとしたらどうしたらいいのだろうな。そうだとしても、いや、だったらなおのことを俺は戦い続ける。それだけだ。やっとだな。長かったぜ。でもこれで。ああ、楽しみだな。広場の方だ。
どうしたのだ？何やら慌ただしいようだが。あ、ねえ、向こうから来るのって。いや、あんたたち、すまないことをした。スルドは見つからなかったろう。何があったか全部承知のようだな。ああ、あんたたちに伝えるのを見越した上で画勢を教えられたようだ。どうやら思っていたより俺はデダイムに嫌われていたらしい。何のためにそんなこと。大方、あんたたちに首を突っ込ませないのと俺に思い知らせるためだろうな。あんたたちがいない間に別の部隊がスルドを捕らえたという知らせがあった。いたのはまるで関係ない場所だったよ。そうか。だがよくスルドを捕らえられたな。味方の被害は。それが聞いた話じゃ、スルドは手下も連れずろくに抵抗しなかったそうだ。マスターコア、スルドのマスターコアは。すまないが詳しいことは聞かされていない。近く広場でデダイムが勝利宣言を行うんだが、俺はその間ずっと町の外で警備を仰せつかって今から出かけるところだ。スルドの処遇もそこで発表されるんだろう。よかったら俺の代わりに見届けてくれ。それじゃあな。スルドが無抵抗で捕らえられる、そんなことがあり得るの？知っての通り、よその事情には疎くてね。どうも気になるな。マスターコアのこともあるし、バイフォンの言う通り見届けた方が良さそうだ。それまではここに留まることにしよう。デダイムがスルドをどうするつもりか気になる。勝利宣言の時まで宿場で休もう。敵の視界を捉えたのだ。無理はあるまい。とはいえ、ああ、どうにも落ち着かないな。なあ、困っている人がいたら。確かに謎めいた文章だな。何がなんだかさっぱりだ。適当にその辺探せばいいんじゃねえの？これってそれぞれが場所を示してるのかな？お前も興味津々かよ。